青コーナーより選手入場。さあ、虎の雄たけびとともに伝説の虎戦士が入ってまいります。赤コーナーより選手入場。さあ、最強の称号を胸に秘め、平成の格闘王が入ってまいりました。行けよー、行け。シングルマッチ30分頑張れ。一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーオリジナルレスラー、頑張れ。赤コーナーオリジナルレスラー、タイガーハットリー。頑張れ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。膝を使ってまいります。抱えます。スープレックスに転じます。蹴りをぶち込みます。腕をフックします。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。掴みます。ストマックを狙ってまいります。テイクダウンを奪います。ローを打ち込みます。ローを打ってまいります。腕を決めてまいります。掴んだ。逆に返します。肘を打ち込んでまいります。おっと、虎殺法が火を吹いてまいります。さあ、ロメロスペシャル釣り天井です。腕をフックします。華麗な空中殺法、そしてド派手な大技を使いこなしてまいります。この男、常にファンの期待に応えるそのファイトスタイルは、まさにジュニアヘビーという枠そのものに光を当てる存在といっても過言ではないでしょう。
全身でぶちかましてまいります。つかみます、させません。鋭いキックです。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。膝へのキックです。返してまいります。小手、あんまりもらうと危ないですよ。ガード上げて、ガード。危ないですね。組みに行きます。あと返します。ローキック、キックが顔面を捉える。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ。掴んだ、ガードします。顔面ハイキック。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス。抱えます。2位を蹴り上げます。スタンディングを取ら、顔面に小手を見舞います。ローキック、ブロックします。バックに回ります。岩石落としで叩きつけます。ダウン、ワン、ツー、スリー。次のダウンがファイナルダウンとなります。行くのか、打たせません。膝へのキックです。組み合います。あっと、ホイップしてまいります。逆片指固めに移行してまいります。ロックアップ、切り返します。腕をフックします。あっと、後ろに投げてまいります。あっと、逆に切り返した。キックを打った。おっと、ノックアウト。頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合満点の入場シーンだ。赤コーナーより選手入場。さあ、驚異のレスリングモンスターが入場してまいります。
頑張れ。いけ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーオリジナル頑張れレッスン頑張れ。いけ。赤コーナーオリジナルレッスン頑張れ頑張れ。タイガーハットリ頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。抱えます。させません。行くのか。グラウンドでの攻防に持っていきます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。切り返します。ロックアップ、あと返します。掴んだ、打たせません。蹴ってまいります。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことはある意味プロとしての力量でしょうね。あーなるほど。腕しぎに取ります。掴みます。ヘッドを打ってまいります。腕をフックします。エルボー、キックを打っていきます。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。バーリートゥードでの戦いぶりを熟知しておりますこの男。その蛇のように絡みつくグラウンドテクニックはまさに芸術品。さあ今宵も秒殺で相手を仕留めるのでありましょうか。エルボードロップ、組み合います。逆に返します。抱えます。パンチで返します。掴んだ、膝を入れていきます。あります。ストマットへの攻撃であります。起こしてまいります。強烈に打ち込みます。いいですねタックル、体重の乗せ方がうまいですよ。ああそうですか。マウントから小手攻撃、外してまいります。行くのか、そのままグラウンドに持っていきます。バックを取ります。スリーパーホールドに入ります。腰を落とします。リバースで返します。膝へのキックです。テイクダウンを奪います。ナイススイープですよ。はい、下から返してまいります。足を絡めます。スイープしてまいります。逆に上になります。下から切り返します。抜けてまいります。組みに行きます。返してまいります。抱えます。耐えます。バックに回ります。耐えます。小脇に抱えます。岩石落とし、バックドロップであります。フロントからのキック、蹴りを見舞ってまいります。組み合います。そのまま後ろに落としていった。バックに回った。あっと後ろに落としていった。全体重を乗せたエルボー、
腕をフックした。あーっと引っこ抜いた。フロントスープレックス。ダウン。ワン、ツー、スリー、フォー。いけるか。あっと逆に投げていった。スリーパーで頸動脈を締め付ける。すごい音がした。タックルぶちかわし、立たせていく。ドロップキック強烈。フロントに捉えた。フロントスープレックスで引っこ抜いた。抱き起こす。今強烈に叩きつけましたよ。はい、ダウン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。10分経過、タイムリミット。マンジがため、オフトバイスホールド。岸壁の母の胸に抱かれました。テイクダウンを奪った。逆に上になった。強引ですね。あと下から返した。下から切り返した。あー、フルネルソンスープレックス。あと、ここで試合を止めた。Dad!
頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーオリジナル頑張れレッスンハー。行けよ。行け。頑張れ。赤コーナー頑張れオリジナルレッスン頑張れハー。頑張れ頑張れ。タイガーハットリー。のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、突破口ありましたらお願いしたいんですが。そうですね、相手の間合いに入らないようにして自分の距離で戦っていきたいですよね。それがポイントになると思いますよ。なるほど。1,2,3 抱えます。ブレンバスターから前に落とします。相手を挑発してまいります。行くのか。フライングメイヤードロップキックを放ってまいります。蹴ってまいります。組みに行きます。ロープに振った。掴んだ。この辺りラフに転じてまいります。パンチを打ち込んでまいります。掴みます。顔面が歪みます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。引き起こし、フロントからのキック、ガードします。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ。さあ早くもそのパワーファイトは全開といったところでありましょうか。来日を果たした脅威のパワーモンスターナンバーワン外国人の座を虎視眈々と狙ってまいります。スタンディングを取らせます。強烈に打ち込みます。ダウン1 2 3 4 5 6。ブレンバスターに取ります。ストバックに突き刺さります。キックを打っていきます。フライングメイヤーで倒します。行くのか。ボディースラムで叩きつけます。起こしてまいります。打たせません。組みに行きます。ロープに振ってキチンシンク胃袋攻めです。バット返します。深いな力で締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。あっと叩きつけていった。起こした。ものすごい転写道。ダウン1 2 3。次のダウンがファイナルダウンとなります。組み合った。あっと返した。いけるか。逆に振り返した。タックルぶちかわし抱き起こす。あっとそのままぶち当たっていった。引き起こす。あっとここで試合を止めた。
王道プロレスの守り手デンジャラス K 川田俊明が入場してまいります。赤コーナーより高山義弘入場。常にマット界に嵐を巻き起こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。30分一本勝負を行います。青コーナー183センチ105kg川田俊明。赤コーナー196センチ125kg ハットリ高山。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。ロックアップ、逆に振り返した。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。掴んだ、させません。腕をフックします。パンチで返します。顔面へのキックです。組み合います。ロープに振った、顔面に突き刺さります。組みに行きます。倒してまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。あ、なるほど、そうだったんですか。投げてまいります。高周波数の音が館内に響きます。相手の距離に入んない方がいいですね。まあ相手みたいですよね。2 3 4、長期欠場も乗り越え、王道を守るために戦っております。デンジャラス K 川田俊明、俺を潰さない限り全日本は潰れないと熱く語るこの男。
王道の守護神川田俊明は熱く激しくそして危険にその闘志を燃やす。全体重を落としてまいります。掴みます。キックで返します。掴みます。スピンキック。2位を落としてまいります。抱えます。そのまま後ろに投げてまいります。キックを打ってまいります。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。行くのか、フライングメイヤー。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。返してまいります。腕を回します。脳天砕きブレンバスター。ローを打ち込みます。逆水平を打っていきます。エルボー掴んだ。ガードします。強烈なキックです。逆十字に持ってまいります。掴んだ。パンチで返します。掴みます。膝を入れていきます。行くのか、ボディスラムです。バックからスリーパーに入ります。ロックアップ、コーナーに振った。エンドレスな逆水平チョップであります。嬉しい逆十字の体勢。ローを打ってまいります。2位を蹴り上げます。組みに行きます。巻き投げで切り返します。スリーパーで締め上げます。組み合います。ロープに振って顔面を蹴り上げます。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。腕をフックします。フロントのヘッドロックに取ります。10分経過。レッツゴー。バット、キャッチした。バックを取ります。外してまいります。フロントに捉えま、耐えます。抱えます。打たせません。肘を打ち込んでまいります。腕をフックします。今のは力で持っていった感じになりましたね。ええ、ダウン、ワン、ツー、スリー。ラリアットエンジン。同締めスイーパー。腕を回した。頭打ったんじゃないですかね。はい。ダウン、ワン、ツー、スリー。次のダウンがファイナルダウンとなります。あと逆に返した。ストレッチプラグの体勢。いけるか。巻き投げで切り返した。スリーパーホールド。
ガチッと組み合った、倒していった、強烈キック攻撃、顔面へのキック、ギロチンを落としていった、キック強烈、掴んだ、エルボーで切り返す、バックを取って、ジャーマン投げ捨て、首根っこを掴んだ、ニーリフト、もんちゃくちゃ、ランニングニーリフト、戦慄の膝、組み合った、逆に振り返して、ガジェット組み合った、あと逆に投げていった、立たせていく、エビ固めで抑え込んだ、頭を掴んで、強烈胃袋破りの膝蹴りだ、キックが顔面を捉える、ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、掴んだ、エルボー右左、引き起こす、ストレッチプラムで締め上げる、感極まって目頭濡れまくりの女性ファンが狂気しています、一気に昇天エクスタシー、コーナーに振った、顔面蹴り上げる、起こした、小脇に抱えた、バックドロップ、おっと、ノックアウト、最後の遺伝子田村清が入場してまいります。
ベテランがやってまいりました。会場のファンも大歓声で迎えています。田村シングルマッチ30分一本勝負を行います。王子の180センチ87キロ田村ギヨンシー、赤コーナーオリジナルレスハットリ、行けよ。今ゴングが鳴りました。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、お互いいかに自分の得意な立ち技寝技の展開に持っていけるかですね。その辺がポイントじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。膝十字固めに移行します。小手、ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。強烈に打ち込みます。脇固めに持ってまいります。鋭いキックです。組み合います。ワイヤーマンズキャリー、腕ひしぎに取ります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実しているとみてよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああ、そうですか。スピーディーな倒し方ですね。ここから攻めていきたいですね。はい、早かったですね。下から切り返します。グラウンドの打撃効果的ですよ。はい、スイープしてまいります。うまくコントロールしてますよ。馬乗りからナックルを入れていく。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。キック&サブミッション攻撃に自信を持っております。この男、まさにそのファイトスタイルは U を進化させたものと言っていいかもしれません。さあ、今宵もこの男が鋭いナイフのような攻撃で相手を一周していくのでありましょうか。バックを取ります。外してまいります。掴んだ、膝を使ってまいります。相手の距離に入らない方がいいですね。間合い取りたいですよね。返してまいります。キックを打ってまいります。フロントに捉えます。フロントから反り投げ気味に投げてまいります。足を取ってアキレス腱であります。ロープブレイク行くのか。あと返します。ハイキック側頭部ダウン、ワン、ツー、ローを打ち込みます。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー、ロックアップ。フロントのヘッドロックに取ります。ストバックに突き刺さります。ボディシザーストの複合技に転じます。
抱えます。ボディースラムで投げてまいります。アキレス腱固めに移行します。ロープにブレイクしました。掴みます。キック攻撃を見舞います。ダウン、ワン、ツー、スリー。ローキック、腕をフックします。ネックロックに移行します。掴んだ、させません。組み合います。ハンマースルーをさせない。掴みます。あっと、逆に足を取った。ローを打ってまいります。小手を打っていきます。あ、入ったか。効きました今。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。次のダウンがファイナルダウンとなります。頭を掴んでキックをコンビネーションで打っていく。あっと、フロントからのチョークスイーパーか。打ち込む顔面、ローキック、いけるか。ハンマースルーをさせない。そばっと打ち込む。ダウン、ワン、ツー、スリー、フォー。10分経過、10ミニッツゴー。組み合った、そのまま叩きつけていった。ガジェット組み合った。あっと、